さんこんにちは、マミです。今日は2017年度マミ的リピなしコスメを紹介していきたいと思います。いやでもこれマミ的主観なので、もしかしたら皆さんには合うかもしれないんですけど、まあちょっと頭の片隅に置いていただければと思います。まず最初にご紹介するのはこちら、タラン、モテアイライナーということで、不老不死さんのこちらのアイライナー、かなり大人気で爆発。これ実はこれは第2弾の方なんですけど、販売当初の第1弾、これを私はもう絶対にリピ出したと思ってます。もうアイライナー引いてだいたい10分から15分したらもう上まぶたにバッチリついてるんで、もう落ちて落ちてどうしようもなかったです。もうこれ皆さんが、あのいろんな YouTuber さんが、まあ多分ねこれ提供もあったと思うんです。みんな提供でいいですよいいですよって紹介してたんですけど、全然良くなかったです。第1弾は。で第2弾はこれになってからすごく良くなりまして、私も買うようになりました。でももう第1弾はもう二度と買わないと思った商品です。結構私厳しい言い方ズバズバ言うので厳しい言い方するかもしれませんが、すいません、これがもう私の本音の見解でございます。そしてその2、またこれ不老不死さん、私不老不死さんのアイデアはすごく好きで、もうすぐにこう新商品出たらすぐ飛びついていろいろ試してみました。でこれその2、不老不死さんのイオンクッションファンデなんですけど、まあね、あのこれ不老不死さんのしか私イオンクッションファンデは使ったことなかったんで、だから私に合わないって思ったのかもしれませんね。だからあのもしかしたらイオンクッションファンデ自体が合わなかったかもしれません。なんかつけた感じがついてるかついてないか全く分かんなくって、これで2500円か5600円ぐらい値段したと思うんですけど、ちょっとそれぐらいの価値のあるものには見えなくて、あっという間にこれ終わっちゃったんですよね。もうあれあっという間に全然つかないじゃんって思って、全くつかないのはやっぱさすがにも私でも分かったんで、いやこれは絶対リピないなと正直思いました。これ改良されたのかどうかは分かんないですけど、でもちょっともうイオンクッションファンデ自体にあんまり私が興味なくなってしまったので、多分今後も買うことはないかなと正直なところ、イオンクッションファンデ系列は買うことがないかなと思ってます。はい、で次その3、こちら最後になりますね。こちらタラン、Kパレットのマスカラでございます。リアルラスティングマスカラということで、今日も一応つけてるんですけど、まあねつけてる時はねそんなに悪くないんですよ。全然悪くなくて、あいいじゃん、むしろあいい感じいい感じと思ってて、同じ感じだなと思ったんですよ。デジャビさんと、私結構デジャビさんの好きで、なんで浮気したかというと、まあ Kパレットのアイライナー、タトゥーアイライナーがすごく大人気で、でもうそれも何百万本売れてるみたいな、本当に1分に1本売れてるみたいなこと広告に書いてあったぐらい、あ面白いないいなと思って、で買ってみてアイライナー使ったら良かったんで、じゃあもしかしたらマスカラもいいんじゃないかと思ってちょっと浮気して買ってみましたが、実際のところつけてるときはいいですけど、実際落とすときにアイリムーバーを使ってでも落ちなくて、目の下とかにベッドに入ってでもやっぱりたまにメイクするとあれちょっと黒いみたいなことがあったりしたので、ちょっと落ちるときがしっかり落ちにくいっていうので、それをデジャブさんとかの方がこう簡単に落ちやすいだってことは、簡単に落ちるってことは目に負担が、まつげに負担がそんなにかからないのかなって私は思いました。なのでちょっとこれは負担がかかりすぎてるんじゃないかっていうことも思って、私はちょっとリピはないかなって思いました。まあこれが2017年度の私のコスメの見解でございますが、皆様いかがでしょうか。まあね、それぞれ皆さんのお気に入り、お気に入りじゃないものあったと思うんですが、もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。 See you! バイバーイ。